はい。それでは時間になりましたので始めていきます。皆さん、こんばんは。ここのお時間です。第14回ということで、ルーマニア、モルドバ、ブルガリア、ギリシャ、そしてジョージアですね、5カ国、一気に見ていきたいと思います。前回に引き続いてですね、このヨーロッパの主要国以外の国をまとめて勉強する回ということで、 で今日でもうヨーロッパが終わりになるわけですけれどもで、前回やったみたいに、またそれぞれの国を勉強する前にですね、一度皆さんの頭の中で、まあ、国の特徴というか、もう本当一言二言でいいので、まあ、ざっくりこうイメージを浮かべてから勉強を始めるといいかなと思うので、今日も一緒にやってみましょう。はい、えー、それでは始めていきますあの。ご質問があったらですね、この下にある Q&A というところに、 えー、歩行中に書き込んでおいていただければ、終わった時に、えー、最後にまとめてお答えするので、よろしくお願いします。それでは画面共有いたします。はい、えー、この丸もですね、もう70%ということで気がつけば進んできましたね。はい、皆さんはどうでしょうか。ではまずルーマニアモルドバから見ていきたいと思います。では、えー、ルーマニアモルドバイメージ深めてみましょう。 そうですねああのまあ、これは2カ国一緒に勉強しましょうということで、もうビノレットの時点から、ですねもう2カ国一点にまとめてカテゴリーを作っているんですけれども、あの、まああののまかえてというか、あの逆にこうちょっと一緒になってしまって、どっちがこれがルーマニアの知識なのか、モルドバの知識なのか分からなくなってしまうということがあると、本末転倒ですので、そこはしっかりと区別して。えー 並べてて効率的にに勉強でできるよようまままとめおおりすすのでよろししくお願いします、はい、ルーマニアとモルドバの位置を、えー、皆さんあの頭に思い浮かべててください。まあ、もしくはあの地図がお手元にある方はテキストとかで地図をぜひしてみてください。えーまあ、一番西にフランスが大西洋に面したフランスがありましたよね。フランス,フランスの東には、えー、ジュラ・サボア地方のジュラ山脈が国境になっていてスイス。 が東にありまましたよね、まあ、大体山脈とかって国境とか、まあ、川とか山脈とかって国境になってることが多いと思うんですけどえジュラ山脈を越えるとスイスがあってはいまあ、スイスはもうアルプス山脈の上に乗っかっているような国でしたよね標高の高い、えー、国であの地図とかでなんて言うんでしょう,こう 低いところが緑になってて、高いところが茶色になっている、その標高が分かる地図があると思うんですけれども、もうスイスはもう全部真茶色ですよね。まあ、そんなスイスを越えて、その東にはオーストリアがありましたよね。で、まあ、スイスが山勝ちということで、オーストリアも引き続き、えー、オーストリアの西の方は山勝ちなんですけれども、まあ、なので、その山勝ちのところではワインは作れなくて、東側の方にワイン産地が集中してますよという話でしたよね。で、その東のワイン産地を。 また超えていくと隣にはハンガリーがありました。前回やったハンガリー都会で有名なハンガリーがありました。でハンガリーを超えていくとそのまた東に今からやるルーマニアがありました。ルーマニアの東はもう国海ですね。でルーマニアのすぐ北にちっちゃくですねモルドバがあってその北にはまあ、ウクライナがあるというところですね。 まあこんな風な位置関係を頭に浮かべてやっていきましょう。はいはい最初の問題です。えー、ルーマニアの DOC ワインのうち、完、えー、熟期に収穫されたブドウを示す分類を選んでください。はい。えー、だからですね、正解率そんなに低くはなかった、あ、そんなに高くなかったのでちょっと取り上げたんですけれども、えー、授業中に佐々木先生がおっしゃってた覚え方で。 あの結構、瞬殺というか、もう絶対に間違いないと思うので、まあ、もしかしたらビノテラスの皆さんの正解率は100%近いのかもしれないんですけど、取り上げました。まあ、復習というか、繰り返しになってしまうんですけれども、この DOC ワインで、えー、収穫時期によって分類が3つありましたよね。完、はいえー、熟期に収穫するか、でもしくは遅積みなのか、もう1個が寄付ぶどうを収穫するのか、この3つの種類がまずありましたと。 で、このように CMD、で M が入ってたら、マチュア、熟するという意味のマチュアという言葉とつなげて、えー、完熟、完熟期の収,、えー、収穫がこの M が入っているやつで。T が入っているのは、お、え、そ、ー、積みですね。バンダンジュタルティブという、皆さんアルダスの時に、えー、やったと思うんですけれども、そのタルティブの T が入っているからお積み。で、これ B が入ってたら、皮膚ぶどう、ボトリティス、皮膚、 ブドウというのはボトリッチスシネレアという菌の働きによってできるんでしたよね。なので、ボトリッチスの B ということで、まあ、これ結構、んていうんでしょう、意味に落とし込んだ形での,あの覚え方なので、あの絶対に忘れないし、絶対に間違わないかなと思うので、皆さんは完璧にしていただければと思います。というわけで、これは完熟期、熟しているということマチュアなので、M が入っているこれが正解です。はい、えー、もう皆さんは。 これは絶対間違わないと思います。はい、えー、次の問題です。ルーマニアで栽培面積最大のブドウ品種を選んでください。はい、えー、今回とか前回やってたところ、まあ、どこの国でもそうかもしれないですけれども、えー、この国の最大の産地はどこでしょうっていうのと、えー、一番栽培面積が大きいブドウ品種は何でしょうと、まあ、その2つがま基本になってくるのかなと思いますので、ぜひぜひ。 伝えていきましょうでこれはですね、えー、もう見ていただいている皆さんも多いかと思うんですけれども、テキストにですね、テキストのこのボリューム2の一番最後の巻末にですね、資料編といってあの、ちょっといろんなデータをまとめたところがありまして、そこに、えー、栽培面積最大のブドウの一覧があるんですよ。えー、320ページ、321ページというところに、えー これはです、ね、フランスからニュージーランドまで全ての国の栽培面積が一番大きい白ブドウ品種と黒ブドウ品種が載っていて、まあ、どっちが合わせて1位なのかというのも載っているので、これぜひぜひ見て覚えてください。でルーマニアですねルーマニアの栽培面積最大の品種はというと、フェテアスカ・レガーラですね。ここちらにありますねこのフェテアスカダノ バベアスカだのこの意味の問題がビノレットでもいろいろあったと思うんですけど、まあ、割となていうんでしょう、とつきやすいというか、皆さんもすぐ覚えられた方も多いかなとは思うんですけれども、はい、フェティアスカが、えー、乙女という意味でしたよね。まあ、乙女で、まあ、女の子みたいなちょっとガールみたいな意味があるらしいんですけれども、えー、まあ、そんな言葉、あとレガーラというのが高貴なということで高貴な乙女という意味のブドウ品種でした。 はい、あの教本には高貴な乙女と書いてあるので、それでいいんですけれども、このレガーラというのが、あの王家のえ王様とかの、えー、ロイヤルファミリーとかの王家のという意味もあるそうでして、まあ、ロイヤルの R とレガーラの R が頭文字が一緒なので、それもあの関連して覚えられるかなと思ったので、ご紹介しました。はい。えー、ということで、フェテアスカ、レガーラが正解ですね。で、まあ、いろいろ品種あったと思うんですけれども、まずは、 一位だけ覚えたらいいんじゃないかなと私は思っております。まあ、いっぱい覚えると忘れちゃいますので、はい、一位だけ、あの、すごい印象強く覚えるっていうのでも、まずはいいと思います。はい。で、このルーマニアとモルドバ、今一緒に勉強してますので、はい、じゃあ、モルドバの一位は何だったかと言いますと、まあ、テキストを見ていただきますとですね、受けテアスカ・アルバですね、こっちがモルドバの一位まあ、どっちも白ブドウで、 フェテアスカなんとかって一緒なので、まあ、非常に覚えづらいのかなと思いますが、まあ、モルドバの方がフェテアスカある場ということで、モルドバのーとある場のーで一緒のーなので、そこで覚えてしまえるかなと思います。まあ、ちょっと来年以降とか順位が変わってしまうかもしれないんで、えー、今年しか使えない技かもしれないですが、そうやって覚えていきましょう。で、えー、そのフェテアスカあるバこの、ここに書いてあるやつですね。ねこっちがモルドバの1置で、 これがルーマニアの一位だ。ということですね。まあ、やはり皆さん、迷っているところが、こう、伺い取れるわけですけれども。で、フェティアスカ・アルバ、ね、アルバっていうのが白い、で、フェティアスカ・アルバで白い乙女という意味でしたけれども、アルバが白っていうのはですね、あの一度皆さん、あの、もう見ている言葉でして、あの、ワイン概論の時に、 あの樽を作る多くの種類で、ケルカスなんとかっていろいろあったと思うんですけど、ケルカスアルバというのがありました。それはアメリカンホワイトオークのことでしたよね。まあ、なんでアルバが白だからホワイトオーク。まあ、頭の片隅で思い出していただければと思います。はい、次の問題です。ルーマニアで栽培面積最大のワイン産地を選んでください。はいえー、先ほどは栽培面積が1位のブドウ品種で、今度は最大の産地ですね。 最大産地シリーズということで、まあ、これも定番の問題ですので、ぜひ、押さえておきましょう。今度はですね、これは、えー、東欧諸国のまとめということで、えー、テキストの77ページですね。最後のジョージアの一番最後のページのところに、東欧諸国のまとめということで、あ、これ、はい。こんなページがありますので、 ぜぜひぜひ見てみてみくださいここに最大の産地、あとはまあ首都を含む産地、まあ、重要な産地ということで載せてありますので、あのそこで復習をぜひぜひしていただければと思います。ルーマニアの最大の産地は、ディアルリレ・モルドベイと、この B が正解になりますね。このモルドベイという、モルドバという言葉が入っているんですけど、ルーマニアの最大の産地と。 というふうに、まあ、逆にみたいな感じで覚えて、覚えたらいいかなと思います。で、このデアルディレ・モルドベイがどこに、ルバニアのどこにあるかとかっていう地図問題っていうのは出ないと思うんですけれども、まあ、モルドバに接してるこの北の、えー、なんていうんでしょう、北東のところがデアルディレ・モルドベイですね、まあ。モルドバに接してるから、えー、モルドベイというのがついてるんだなっていうふうに関連づけて覚えておいてもいいと思います。 次の問題です。モルドバで作られるワインスピリッツを次の中から選んでください。はい。えーはい、モルドバですね、先ほどルーマニアの最大産地はデアルリレ・モルドベイというお話をしましたけれども、モルドバの産地はどんな風だったかと言いますと、モルドバは大きく3つに産地的には分かれてましたよね。えー IGP といわれる大きな区分というのは4つあったんですけれども、産地は3つに分かれていますね、えー。首都を含むコドゥルと、えー、最大産地であるバルルリ・トライアン、そしてステファン・ボーダーという3つの産地に分かれてたんですけど、で1個ですね、あの産地ではなくてその、えー、全域で作られているある特定のスタイルのお酒に対して与えられてた IGP というのがありました。それがリビンですねこの リビンが正解なんですけれども、はい、このワインスピリッツって何だろうっていうふうに思ったかもしれないんですけど、まあ、ブランデーのことですね、まあ、ブランデーといってもあのワ,インワイン自体を蒸留して作った蒸留酒ですね。まあ、これはですねあの19世紀にまあアルコール含有量が少ないワインをです、ね、強化する目的で作られたお酒だと言われております。 ではそのモルドバの全域で作られているということですね。でモルドバって夏、暖かいんですけれども、冬は極端にこう寒くなるそうでして、まあ、平均気温があの氷点下15度らしいんですよね。すごい寒いですよね。日本からしたら考えられないなっていう感じなんですけど、えーまあ、もしかしたらこのディビンという蒸留酒を飲んで体を温めているのかもしれませんね。はい このラキアというのと間違っている方も少しいらっしゃったんですけれども、まあ、ラキア、ちょっと惜しいですね。ブルガリアの蒸留酒ですよね。でこちらは、まあ、いろんなフルーツから作られるというところがビン、ワインから作られるディビンとは異なるという、えー、お酒でした。はい。次の問題です。えー、モルドバにおいて、カワインの生産が6割を占め、デザートワインが有名な産地を選んでください。はい、えー、モルドバでですね、 モルドバの面積最大というのが、先ほどもちょっとちらっとお話ししましたが、バルルルイ・トライアンという産地があったんですけれども、バルルルイ・トライアンはモルドバ面積最大というふうに覚えたんですけれども、まあ、もう一つの顔がありまして、それが赤ワインの生産が多いよということや、デザートワインも作っているよという、そんな特徴がもう一つありましたので、ぜひこれも合わせて覚えておきましょう。はい、このバルルルイイトライアン が赤ワインが多くて、で首都を含むコトルですね、こっちが、えー、白が6割というふうに出てきます、63%とかっていう細かい数字が出てきたんですけど、まあ、どっちも6割、六割という数字が出ているので、まああの、関連づけて覚えられるかなと思うので、活用してみてください。はい、最大産地のマルルリトライアンでは赤ワインが多く作られているよということでした。 まあ、ただ、まずはですね、モルドバの最大の産地が、バルルルイトライアンっていうのをあのしっかり固めておいた方がいいと思うので、えー、よろしくお願いします。はい、えー、ルーマニアのワイン産地の気候を選んでください。はい、えー、授業中にですね、佐々木先生がおっしゃってたと思うんですけど、地図で見て、オーストリアから東に4カ国ですね、こう並んで、国海に向かって並んでて、それに対して気候区分が、 大陸性、大陸性、温帯大陸性、大陸性っていう風に並んでるんだよっておっしゃってたと思います。まあ、そのリズムでですねもう覚えちゃうのが一番いいと思うんですけど、まあ、あとは国の並びをですね覚える必要があるんですけど、まあ、それが覚えてれば答えられるよという問題でした。なんで、えー、オーストリアから東に4カ国というと、オーストリアがあって、ハンガリーがあって、ルーマニアがあって、モルドバーですよね。 ですので、すのその3つ目に当たるルーマニアは、えー、温帯大陸性気候となります。でですね、この反大陸性気候と間違っている方が多かったんですけれども、うんはい、反大陸性気候ありましたよね、まあ、なんかなんとか大陸性気候ってつくので、あのついつい選んでしまった方もいらっしゃったかと思いますけれども、はい、反大陸性気候は、えー、フランスで皆さん出てきましたよね、あの4つの産地を。 覚えたんですけれども、皆さん覚えてますでしょうか今パッと消えますでしょうか、ねえー、ブルゴーニュ、ジュラ、ロワール川上,域上流域、そして北ブローヌでしたよね。一応復習でした。はい。で、えっ、ー、とですね、この気候部分ってすごく、なんて言うんでしょう。あの、曖昧な言葉だったりとか、まあ、もちろんその国一つ取ってみても、いろんな気候が もちろんね、あの、場所にああよってあるので、難しい、覚えるの難しいと思うんですけれども、えっと、ちょっとですね、あの、皆さん、ネットで気候区分とかっていうふうに検索してみていただくと、なんかですね、私、さっきちょっと見つけたんですけど、こんなふうにですね、こう、あ、見えますかね。地球あの地図に色付けてあの、気候区分が分かるようなのが、 いっぱい出てきますので、でまあ、必ずしもこれが教本に載っているその気候区分とちょっと合致しない部分もあるので、まあ、本当参考程度に見ていただきたいんですけど、これを見ていただくとですね、さっきの大陸性、大陸性、温帯大陸性、大陸性っていうふうにえ覚えたその国々がですね、確かにルーマニアだけなんか違う色になってたりとかするんで、ああ、なるほどなっていうふうにえ分かりますし、まあ、その色分けを見ていると、 ああここに山があってとか、ここが海に近くてとか、平地になっててみたいなのがすごい分かりやすいので、まあ、もし興味があれば探してみて、えー、一緒にあのワインの標本の地図と一緒に見てみても面白いと思うので、えー、ご紹介しました。はい、では、ルーマニア、モルドバの問題は以上になります。続きまして、えー、ブルガリアですね。見みたいと思います。ブルガリアは、えー、場所はどこにあるかと言いますと、今やっていたルーマニア。 もうすぐ南にあるんですよね。で、黒海に面している国ですね。まあ、今回の授業でやった5カ国っていうのは、あのギ,リシャギリシャ以外は全部黒海に面している国でしたよね。黒海を囲むようにこう4カ国があったと思うんですけど、その一つを、えー、その西側の、国の西側の岸にある3カ国のうちの一つであるブルガリアを今から見ていくというところです。 はい。最初の問題です。ブルガリアの土着品種で、えー。ピュアな果実味でフレッシュなワインとなる白葡萄品種を選んでください。はい、ええー、葡萄品種の問題ですね。まあ、先ほどのルーマニアやモルドバの品種問題はですね。まあ、やたらとこう。乙女とか貴婦人とかっていうのを通ってくる問題が多かったんですけど。えー、ブルガリアはですね。ワインの。 味わいにこう言及してきて、そこから品種を答えるかっていう問題が多いので、えーまあ、キーワードを押さえて、えー、覚えていきましょう。まあ、実際にこのようにですね、こうフレッシュで、えー、ピュアな果実味でフレッシュなワインの,ブドあの品種は何でしょうみたいなキーワードで問われておりますので、えー、ぜひぜひ覚えてみてください。はいでえっと、ま,ずまずはですね、えーまあ、この白ぶどう品種って書いてあるんですけど、 まあ、黒武道品種なのか白武道品種なのかっていうのはまあ基本かと思いますので、えー、そのどっちかなっていうのを覚えてで、そして味わいのキーワードですね。まあ、このフレッシュとか、ピュアな果実味とかですね。まあ、これが一言一句、たがわず出てくると思うんですけれども、なんていうんでしょう。そんなにこう、意地悪な問題とかは出ないと思いますので、キーワードで覚えれば十分だと思います。ピノレットで出てくるキーワードと品種を結びつける問題があったと思うんですけど、まあ、それを覚えていただければ、 OK、えー、ですので,、はいでまあ、なかなか飲む機会がですねブルガリアワイン、もしかしたらないかもしれないですね。あのブルガリアワイン自体は比較的売ってるんですけれども、あのまあ、皆さん勉強された通り、国際品種がの方が生産が多い国ですので、そのブルガリアの土着品種っていうのがなかなか飲む機会が、えー、ないかもしれないので。 まあでもですねもし見つけたら、ぜひぜひトライしていただきたいなと思うんですけれども、えー、そんなふうに覚えてみてください。あでこの問題の答えは、ですねリミャットという品種になります。はい、次の問題です、えー。ブルガリアと国境を接していない国を選んでください。 はい。えー、今日いろいろこの地図を見るとか、位置関係を思い浮かべるっていう話をしたんですけれども、まあ、このようにですね、この国境を接してない国とかですね、あとはその国会に面してるとか、この国は何という海に面してるでしょうとかですね、そういうもうズバリ聞いてくる問題っていうのがありますので、まあ、地図は絶対に覚えた方がいいと思います。はい。えー、ブルガリア、ブルガリアってこう、 北と南にこう大きく IGP 分かれているんですよね。えー、で、えー、北半分っていうのが、えー、ドナウ平原という、まあ、ドナウ川が、えー、その北に接している国との間にドナウ川が流れているので、ドナウ平原っていうんですけれども、まあ、そうですね、なんでドナウ川を、えー、挟んで接しているのがルーマニアですよね、まあ。なんでルーマニアは違いますね。 でえー、ギリシャですねあの、この後に勉強しますけれども、ブルガリアのすぐ南にギリシャが接してますので、これも間違いですよね。はい、ちょっとセルビアカー、まあセルビアってあの教本には書いてあるんですけれども、あのあ書いてあるというのは、ブルガリアと国境を接している国として書いてあるんですけれども、あのワインを作っている国としては載ってないので、ちょっとこう記憶が定かじゃないなと思って、なんだろうなって思うんですけれども、えー、モルトバですね。 先ほど、ルーマニア、ブルガリアの北にルーマニアがあるという話をしました。で、モルドバっていうのは、ルーマニアのさらに北にくっついてるんですよね。ということは、ブルガリアとモルドバはくっついてないというふうに、えー、分かりますので、こちらが正解になります。まあ、ぜひぜひですね、地図上の位置関係を、えー、覚えていただきたいなと思います。 はい、えーブル、次の問題です。ブルガリア最大のワイン産地の一つで、畑全体がブルガリア全、畑面積がブルガリア全体の3割を占めるワイン産地を選んでください。はい、えー、今度はブルガリアの最大産地シリーズですね。えー、ぜひ、先ほどのテキストのまとめのところを見て復習していただきたいなと思いますけれども、えー、ドナウ平原というのが、えー、答えになります。 ブルガリアはです、ね、先ほどちらっとお話ししました、北と南に大きく半分に分かれてるんですよね。えー、PGI が2つに分かれてます。で、北半分に当たるのが、えー、ダニューブプレインあのドナウ平原ですね。で、まあ、その名の通り、北に位置するルーマニアとの国境をドナウ川が流れていて、でまあ、ルーマニアに河口がありますけれども、そのまま国海に注いでいるということですね。 はい、北にドナウ川、そしてブルガリアの国土の真ん中を走るバルカン山脈に囲まれた平野部というのがドナウ平原といいますね。まあ、そのドナウ平原というぐらいなので、まあ、すごい平地が広がってるんですけれども、まあ、平地というと、ブ、え、ゾ、ー、の栽培が非常に容易ですよね。まあ、なので栽培面積も大きいんだろうなというふうにイメージでドナウ平原が栽培面積が大きいと覚えていきましょう。はい、トラッキアンバレーというのは 南半分の方の方ことですね、はい、地図で見ていただくと、えー、分かるんですけれども、えー、そのドナウ平原は結構だーっと東西に広がってるんですけれども、トラキアンバレーっていうのは黒海、えー、の方にこうに固まってますので、そういったところでもイメージが湧くかなと思います。はいはい、ブルガリアは、ちょっと,サクッと終わっていきます。続きまして、えー、ギリシャですね。 えー、ギリシャの位置は先ほどもちょっとお話ししましたがブルガリアのすぐ南にありますねギリシャは黒海には面してませんね、えー、地中海に面した国ですね、えー、どっちかというとその先週、えー、勉強しました、えー、スロベニアクロアチアという地中あのアドリア海沿岸の国を勉強しましたけれどもその,その海岸線沿いにこうずっと南下していくとギリシャが あるよっていう感じの位置関係ですね。まあ、今回の5か国のうち唯一、国会に面してない国ということも言えますね。では問題見ていきましょう。シュノマブロ、安逸品種のみが認められているマケドニア地方の PDO を選んでください。はい、えー、とですね 今回、えー、ギリシャでですねあのすごく覚えづらい PDO が2つあったと思うんですね。えー、PDO、えー、ナウサというのと PDO ネメアというのが、どちらも赤ワインの品種、あ赤ワインの PDO があったと思うんですけれども、いえー、これはですねそのうちのどっちかなんですね。でもう一つ、あとで問題を用意しているので、その時に詳しくご説明しようかなと思うんですけれども、クシノマブロ。 単一で作ってて、うんえー、このマケドニア地方っていうのは、一番こう北にある、ギリシャの一番北にある、えー、産地というふうに勉強しましたよね。北部にあるクシノマブロで作られている、えー、PDO はですね、えー、ナウサと言います、はい、やはりナウサとネメアって絶対こう出てきてて、絶対にこう間違う人がいるっていうような感じだと思うんですけれども、はい、ちょっともう一個後で問題があるので、その時にご説明しますね。 はいえー、次の問題です。ギリシャのワイン産地が位置する緯度の範囲を選んでください。はい、緯度の範囲ですね。これはですね、答えはこの35度から41.5という、これが正解なんですけれども、あのー、これ、数字自体を覚えることって私、ちょっとできないなと思うんですよね、うんまあ。ですので、これはこう地図を見て、 その国同士の比較で覚えておくというのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そもそもこの数字が問われるっていうのは何なのかと言いますと、まあ、要はその他の産地と比べて、いぞということは北か南かということしか言ってないんですけど、南なのか北なのかっていうのはま、まず分かってますかというメッセージなんじゃないかなと思うんですよね。はい、なので、まあ、例えばですね、えー、これも端末の資料編というところに、 地図にですね、緯度をちょっと点々点と点線で表した326ページ、327ページというところに、このようなですね、ちょっとしまってぼやけちゃうんですけど、あの北緯、えー、5度刻みで点々を入れてある地図がございますので、まあ、そこで、えー、見ると分かりやすいんですけれども、でまあ、こういうの試験直前とかにでもですね、まあ、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、そこで数字 自体を頭にインプットするみたいなイメージですかね、まあ、ただ、この位置関係とか、まあ、こことここは大体一緒だな、みたいなところは、あらかじめ頭の中にインプットしておく必要があると思うんですけれども。まあ、なんでこういう、こう、移動がどうとか、あとはその、ローマと函館が同じぐらいの移動にあるとかですね、そういうのが問題が出てくると思うんですけど、そういう時に必ず地図を立っていただいて、あ、実際ここなんだなっていうのを、えー、ぜひぜひ、 えー、積み重ねていってていいただいてで数字のところはですね、あのーまあ、例えばボルドーが40、北緯45度とかっていうのはまあ結構、何、えー、て言うんでしょう、有名な数字といいますかなので、えー、覚えてる方も多いかもしれないんですけれども、ちょっと私はですね、あのー 細かい数字を忘れてしまいそうだなと思いますのでまあ、やっぱり位置関係は頭に入れとくけどまあ、こういう数字のところは直前にちょっと頭に焼き付けるみたいなやり方でもいいんじゃないかなと思います正解はこちらですね次の問題です、えー、ギリシャで栽培面積最大の白葡萄品種を選んでください はい、ええー、これは正解はですね、このサバティアーノというのが正解になりますね。えー、最大の、白ぶどうで最大の栽培面積でもあり、えー、もちろん黒ぶどう品種を合わせてもギリシャでナンバーワンのぶどう品種ですね。で、まあ、サバティアーノといえば、皆さん、えー、レチーナというふうにすぐに思い浮かぶと思うんですけれども、まあ別にレチーナだけを、ばかりを作っているわけではなくてですね、えー まあ、テーブルワインを作る品種として、もう昔から日常消費用のワインが大量にこのサバティアノから作られていたんですよね。まあ、ただ、今ではですねあの、ちょっと収量、あの収穫量を抑えて、えーまあサバ、そういったサバティアノがこうちょっと品質の高いワインなんかも作られているという試みもあるようです。はいえー、皆さん、サバティアノから作ったワイン飲んだことありますでしょうか まあね、そ,そんなにもうめちゃくちゃ入手困難というわけではないので、飲まれたことのある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もし、ですね飲まれたことがないという方であの、ぜひギリシャのワイン飲んでみたいなという方がいらっしゃいましたら、はい、ちょっと宣伝になってしまうんですが、あのまた、ですねあのビノテラスであのチーズとワインのセットというのを、えー、販売しておりまして、ですね、まあ、絶賛、ご予約受付中ということで、まあ、ちょっとあと残量があんまりないので、 あの早い者勝ちみたいになってしまうんですが、まあ、そのチーズセットというのは、ワインが100ミリの小瓶に入ってて、チーズが20グラムのちっちゃい、えー、一口サイズで、ですね4つずつセアリングのセットをお届けするっていうやつなんですけれども、その中の1つが、えー、サバティアノのワインが今回入ってます。で、先ほどお話ししたような、こう収量を落として凝縮したサバティアノから作る、えーまあ、非常に高品質で,で、かつモダンなタイプですので、 まあ、かなりためお試しいただきやすいワインじゃないかなと思うので、ぜひ興味のある方は、ビノテラスのホームページから、えー、見てみてくださいで、ねそれ。そのワインと合わせていただくチーズは、あのちょっと乾燥したローズマリーがこうなんかまぶさっているような、ちょっと変わったチーズなんですけれども、それがサバティアノの味わいとすごく合うので、ぜひぜひ試してみてください。で他のワインはというと、あと、プロバンスのロゼと、えー、スペインのアルバリーニョ。 あとはです、ね、イタリアのちょっとビアンケルロっていう珍しい品種を使った白ですね。まあ、全部すごい爽やかなワインですので、ね、まあ、最近ちょっと蒸し蒸ししてあの蒸し暑いですので、えー、爽やかなワインたちぜひ試してみてください。はい、ちょっと宣伝でした。まあ、ということで、サバティアノですね、ぜひ皆さんお試しいただきたいなと思います。はい、はい、次の問題です。あ出ましたね。 えー、ヘラクレスの地とも呼ばれ、力強くフルーティーな赤ワインが作られるぶどう品種を選んでください。はい、えー、この先ほども言いました、えー、ネメアとナウサ問題ですね。あの授業中に佐々木先生もですね、まあ、ここが分かれば、ギリシャの勉強は半分終わったようなもんだよという感じでおっしゃってたかと思うんですけども、まあ、決して過言ではないと思います。はいまずえー ネメアとナウサ、えー、品種が対照的なんですよね。ネメアがアギオルギティコで、ナウサがクシノマブロですね。でえー、どっちのブドウ品種もですねままあの、またの名というか、別名というか、なんか語源とか、そういった感じのものが問題に出てきますよね。でアギオルギティコはヘラクレスの血とかって言われまして、でクシノマブロの方は、えー、クシノが酸っぱいっていう意味で、マブロっていうのが。 え黒っていう意味ですよね。まあ、という意味で、酸、まあ、味を持った黒ブドウ品種っていう意味なんだよっていうのが問題に出てくるかと思います。まあ、なんで、そのクシノマブロっていうのはそういう語源を聞かれるような品種なんだなっていう。で、アゲオルギティコはそのなんかヘラクレス、なんかギリシャ神話の英雄だっけなみたいな感じなんですけれども、えヘラクレスの血っていうのはですね、ちょっと今から1個エピソードをお話ししようと思うので。 えー、メメアとつなげて、えー、覚えることができるかと思います。まあ、なんで、クシノマブロはそうじゃない方だな、っていうふうにも考えることができます。ですね。で、えっ、ー、と、あと、クシノマブロはですね、クシノが酸っぱいという意味と、先ほど言いましたけど、まあ、酸味があるというと、よりこう、冷涼な産地、北の方の産地なのかな、っていうふうに、イメージができると思います。まあ、ということで、このクシノマブロで作る、えー、ナウサ、 という PDO ですけれども、これが北部のマケドニア地方というふうにもつなげて考えることができます。で、えっと、ネメアについて、えー、ちょっと1個エピソードをご紹介しようと思うんですけれども、はいまあ、もう、ね、皆さんご存知だよという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はいえー、皆さん、十、え、二、ー、星座ってご存知ですよねあの。ちなみに私は2月生まれで水亀座なんですけれども、えー このな、今、聞かれてる皆さんの中にですね、獅子座の方が、えー、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。獅子座の獅子って、まあ、ライオンですよね。で、このライオンって、まあ、どこにいたライオンなのかって、皆さんご存知でしょうか。はい、実はですね、えー、ネメアにいたんですね。これ、ギリシャ神話に出てくるお話なんですけれども、えー、ネメアの獅子という、 ま大変恐ろしい怪獣というか、もう怪物みたいなやつがいたらしいんですね。でそれが街を荒らしたりして、えー、住んでる人を困らせていたので、困らせていたんですよね。で、そこでそのネメアの獅子というのを退治してくれたのがヘラクレスだったそうです。で、まあ、ヘラクレスに退治されてしまったネメアの獅子はですね、まあ、ゼウスに哀れまれて、えー、空にあげられて獅子座になりましたっていう、そんなお話があるそうです。 獅子座のライオンっていうのは、ね、あのネメアの獅子だったんですね。まあ、ちょっとですね、なんだかロマンチックなお話なんですけれども。ということで、このネメアとヘラクレス、でヘラクレスの地と呼ばれるアギオルギッコを、えー、思い出せるかなと思って、ちょっとこんなエピソードをご紹介しました。まあ、ちょっとこういった断片、えー、的なエピソードっていうのをつなげて、まあ、消去法とかで解いていけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ということで、ヘラクレスの地。 アギギオルギティコでですすねねそうなんですよ、ね、このクシノマブロかアギオルギティコで皆さん迷っているのでクシノマブロは、えー、酸っぱい黒の方だからヘラクレスの血の方じゃないよなっていうふうにも考えられると思いますはい、えー、ちょっと長くなっちゃったんですけど、はいえー、古代ギリシャにおいてソムリエの原型といわれているワインのサービスをする人の名前を選んでください はい、えー、これはですね、こ,れですねこのイノ,イノホイ、ちょっとアクセントが分かんないんですけど、イノ,イノホイ、イノホイ、はい、これが2えですで。このシンポジアと間違えている方もいらっしゃるんですけども、まあ、シンポジアっていうのは、今でもシンポジウムとかってありますよね。まあ、何かのテーマに沿ってみんなで話す場のことをシンポジアと言いますよね。なのでそのでで、そシンポジアというところで が、あの名前で、そこでワインをサービスしていた人が、このイノホイという人だったんですね。でこのイノというこの頭についている言葉ですけれども、まあ、イノっていうのはワインに関連する言葉につく接頭、まあ、語というか、やつなんですよね。例えば、えー、この OENO の後に、 えー、p-h-i-l-e ですかね。そう書くと、えー、E のファイルという英語なんですけど、まあ、これはワインの愛好家を表す言葉があったりしますね。で、まあ、E のが、えー、ワインを、ワインに関連する言葉を表すと、まあ、このビノテラスとか、ビノレッドのビノっていうのも、はい、あの、ワインに関連する言葉なので、同じようなこととして覚えていただければと思います。はい、えー、次の問題です。PDO サントリーニの えー、説明として誤っているものを選んでください。はい、えー、サントリーニですね。サントリーニといえば、えー、地中海に浮かぶ、標、えー、本に出てくる地図上だと、一番南にクレタ島という大きい島があって、そこからこう、北に、ぴんんといった、一番近くにあるちっちゃい島のことをサントリーニ島っていうのがありました。でそこで作られているワインのことを PDO サントリーニと呼ぶんですけれども。 サントリーニといえばアシルティコですよね。アシルティコって、えー、もしかしたら皆さん飲んだこともある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんといっても,です、ね、もうキレッキレの酸味というのが、えー、一番の持ち味なんですよね。まあ、なので、もうこの甘口と書いてあるのはもう一瞬で違うなと分かっていただけると思います。あ他にもいろいろ書いてはあるんですけれども、もう甘口では絶対にないので。 とといいううふうにかかるかと思います、まあ、こんな感じで,です、ね、結構簡単な間違いっていうのが紛れ込んでいる場合もありますので、えー、皆さん落ち着いて問題や選択肢を読んでみてください。そうですね、ギリシャで重要な PDO っていうとさっきのネメア、ナウサそして足打ちコじゃなくてサントリーニ、まあ、ここが一番のところかなと思うのでぜひ覚えてみてください。 はい、えー、ではギリシャが終わりでして、えー、最後、ジョージアを見て終わりにしたいと思います、はいえージョ。ジョージアですね、ジョージアの場所はどこかと言いますと、えー、先ほど見ていたルーマニア、モルドバ、ブルガリアが黒海の西側の岸にあったとしたら、ジョージアはその反対側ですね、黒、え、海、ーの,えー、の東に位置する、えー、国ですねあの、まあ、ワイン発祥の地なんてよく言われたりしますよね、8000年の歴史があるよという国でした。はい 最初の問題ですくべぶりで発酵を行う方法で、えー、果肉、果皮、茎、種を一緒にしたものは何と呼ばれているか選んでください。はいまあ、ジョージアといったら、まあ、何といってもこのくべぶり醸造というのが非常に有名ですよね。有名ですし、えー、問題にもすごくなるところなのでぜひ覚えていきましょう。まあ、こういった用語の問題ですよね。あのこういったあのこの果肉とかを一緒にしたもの何と言うんですかとか。あとはその セラーのことを何と言うんですかとか、あとはそのぶどうを潰すときの,の木でできているこの船みたいな何て言うんですかとかですね、まあ、そういった単語の問題っていうのが結構主になりますので、まあ、そんなにこういっぱいいっぱいあるわけではないので、あのビノレットを解いていただいて、出てくる問題を覚えていただければと思います。で、この、このいろんなものを一緒にしたものっていうのは、チャチャと言います。この出たぜというものと、 間違ってる方が多かったので、なぜかなと思ったんですけれども、まあ、チャチャというのがその、まあ、要はぐちゃぐちゃになっている、ぶどうを潰してぐちゃぐちゃになっているものがチャチャなんですけれども、まあ、そのチャチャを使って、くべぶり醸造するワインのことを、デダぜというんですよね。まあ、だから、それでちょっと一緒の、えー、なんていうんでしょう、こう連想してしまって、デダぜを選んだ方もいらっしゃるかと思います。このでだぜとウデドというのが、ちょっとついになってまして。 一方は、その茶々を使って、まあそういう、こう、ぶどを潰したまま、皮とか種とか全部入ったままのやつを醸造する、デだぜ。と、えー、もう一個のうど、う腕どの方は、えー、ジュースだけを取って、えー、そっちを使うと。で、えっ、ー、と、先週、佐々木先生おっしゃってなかったと思うんですけど、確か前、あのー、おっしゃってたと思うんですけど、この出だぜと、腕でどって、 まあどっちも濁点多いんですけど、出た税は全部濁点がついてるじゃないですか。まあ、なので、濁ってるということで、この皮とか種とかがいっぱい入ってるえものを発酵させる方が出だ税っていう、濁点が多い方だよっていうふうに前おっしゃってたかと思うんですけど、まあ、なので、それ結構覚えやすいなと思ったので、ぜひ皆さんもこれで覚えてみてください。はい、次の問題です。 カヘティを説明した記述として、誤っているものを選んでください、はいえー。まずですね、これ、カヘティですよね。まあ、今はですね皆さん勉強しているので覚えていると思うんですけど、もしかしたらしばらく経ったら忘れちゃうかもしれないななんて思うんですけれども、まあ、実際の試験の時もですね、まあここに今、ジョージて常て当てますけど、実際の試験のもあも、カテゴリーがこうちゃんと問題のどっかに出てますので、 あのそれを頼りに思思いい出せると思うので、えー、ご安心ください、はいえー、カヘティといえば、えーまあ、ジョージアといえばそのクベブリ醸造というのがあるんですけれども、まあ、あとはその産地で言いますと、最も、えー、最大の産地というのが、このカヘティ地方ですね、東部のカヘティ地方と、まあ、一番ジョージアでいうと内陸の方ですね、国海から離れた一番東にあるんだよという産地ですよね。 はい、えー、では、問題見ていきましょう、えー。主要品種はルカチテリである。はい、これは丸ですね、えー。ジョージアで一番栽培面積が、えー、広いのが、えー、ルカチテリ、白ブドウ品種のルカチテリで、それはもちろん、えー、最大の産地であるカヘティでも、えー、主要な品種であるというのは当然のことですよね。丸で。ヨーロッパ式とクベブリ製法の両方が使用されている。はい、これも丸ですね。はい、ジョージアというとクベブリ。 で作ってるのみんなくべぶりで作ってるんじゃないかって思っちゃうんですけど、まあ、実はそんなになくて、2割ぐらいがくべぶり醸造で作られてるということで、これも丸ですね。えー、東をアゼルバイジャンと接している、まあ、これは多分暑さかなぐらいの感じでいいんですけど、はい、ジョージア最西、えー、最も西の産地である、これが間違ってますね。のは、えー 東部のヘティ地方で一番内陸にある産地なので、えー、西ではないので、これが世界になります。ジョージアはですね、えー、覚える産地というのは、まあ、その東部のカヘティ地方と西部のイメレティ地方という、そこの2つだと思いますので、えー、ぜひ、えーまあ、2つだけなんでですね、覚えていきましょう。はい、えー、次の中から、えー、ジョージアの黒葡萄品種を選んでください。はい、えー、ジョージア、 先ほども出てきましたけれども、な、ま、ん、あ、といっても、まずは栽培面積最多のルカチテリーという白ぶどう品種をまずは覚えておきたいんですけれども、まあ、そんなに登場する品種は多くないのでえ、ビノレットを解いているうちに覚えられる、えー、かなと思うんですけれども、で意外とこの白ぶどうなのか黒ぶどうなのかっていうのが、えー、意外と正解率が低かったので取り上げたんですが、まあ、味わいの特徴とかっていうのはですね、結構細かいですので、 まあ難しいと思うんですけど、まあ、白黒どっちかっていうのはまあ 2, 2択ですので、まあ、ぜひ覚えましょうということで、でやっぱその勉強した後にそに実際のワインとか、まあ、ワインリストとかを見たときに、これは赤ワインなのか白ワインなのかぐらいは、なんかちょっと分かりたいですよね。まあ、結構一番、しかも一番分かりたいことかなと思いますので、まあ、ぜひ、白か黒かぐらいはえ覚えたらいいんじゃないかなと思ってご紹介しました。 はい、でこの中で黒ぶどう品種は1個だけあって、このサペラビーというのが、黒ぶどう品種ですね、えー。サペラビーっていうのが、まあ、色をつけるという意味があるよっていうのをちょっと豆知識的に覚えていれば、まあ、色をつけるイコール赤ワインだなっていうふうに思い出せると思います。このペ,ペリーとかっていうのが、まあ、ジョージアの言葉でどうやらこう色という意味があるらしいですね。はい。 はい、えー、最後の問題です、えー。ジョージア西部に位置するイメレティ地方の気候を選んでください。はい、えー、先ほどはカヘティ、東部のカヘティ地方が出てきましたで。西部のイメレティ地方。まずはこの2つを、東部のカヘティ地方、西部のイメレティ地方、まあ、こういうふうに唱えてですね、1つの言葉のようにして覚えてしまうといいと思います。まあ、こう2つしかないんで、どっちがどっちかなって思っちゃうんで。まあ、東部のカヘティ地方は最も内陸にありますので、大陸性気候と。 これはすごい分かりやすいと思うんですけど、西部のイメレティ地方。これは今までに、ね、あの出てこなかったような気候区分が出てきますよね。この亜熱帯気候ですね。結構特徴的なので、かえって覚えやすいのかなとも思います。ちなみにですね、沖縄、日本でいうと沖縄県が亜熱帯地方に当たるそうなんですけれども、まあ、熱帯よりは暑くないけど、本体よりは暑いよみたいな気候だそうです。 国会に面してはいないんですけれども、まあ、結構湿った影響を受けている産地ですね。でまあ、カヘティ地方が全体の75%、もう本当、4分の3を占めているのに対して、えー、イメレティ地方っていうのはまあ全体に占める割合10%とかなり少ないんですけれども、結構その多様な地形っていうのを生かして、さまざまなワインが作られている産地になります。はい、そんなジョージアで、えー、今日の問題は終わりになります。 はいありがとうございました。ぜひですね、あのこう地図上の位置関係というのをまずは、えー、復習していただいて、まあ、最大産地とか、一番の武道品種とか、まあ、主要な、えー、PDO なんかもですね、えー、一緒に復習していただければと思います。はいえー、もしご質問があれば、えー、Q&A のところに書き込んでいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。<laughs> はい、ちょっっと今日は長くなってししままいました、えーそうですね、先ほどのチーズセットはぜひ皆さんあの、サバティアノってそんなにボトルで買って飲む機会とかもしかしたらないかもしれないので、まあ、あのお試しで100ミリリットル飲むことができますのでぜひぜひお試しください。 ご質問はい、では今回でヨーロッパついに終了ということで、えー、明日の佐々木先生の授業ではですね、日本をやっていきますね。まあ、日本、まあ、日本ワイン好きだよという方も結構いらっしゃると思うんですけど、えー、まあ一番身近な産地の日本をですね、えー、しっかりと勉強していくということですごく意味深い会になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、えー、それではご質問。 内容ですので今日はこれで終わりにしたいと思いますお疲れ様でした、えー、来週の歩行はまた月曜日に、えー、行いますのでぜひぜひ、えー、また皆さんお会いできることを楽しみにしておりますでは本日はこれで終わりになりますお疲れ様でした